皆さんこんにちは。カスターマリです。ダンスビーズはダンスを仕事にしている人、そしてしていきたい人のためのポッドキャストです。え今日はですね、バレエの世界で求められる完璧主義と、まあ、その影響についてお話をしたいと思うんですね。で特にこうバレエから他の分野へシフトするときに、 おそらく私だけじゃないと思うんですよね。こう、直面する、こう、まあ、困難というか、そういったことについて、まあ、私自身の経験も交えてお話をしていきたいと思います。はい。それでは、夏美ちゃん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。これはもうね、はい、直近で私が、あの、うん、気づいたというか、でもきっと私だけじゃないと思ったので、はい、今日は、 ポッドキャストを通じてね、うん、あの、シェアさせていただきたいんだけど、はい。まあ、このバレエの世界っていうのは、うん、まあ、こう、常にね、こう、理想というのがあって、そ,うですね、それにこう近づく、ね、近づくために、うん、まあ、皆さん日夜努力をし続けているわけじゃないそう、本当そう。ね。うん、で、その、まあ、その毎日のレッスンとか、うん、あとリハーサルとか、 その理想というか完璧を目指して細かいところまでこう何度も何度も繰り返したりとかするじゃないしますね。ね。はい。で、そういったこうなんていうのかな姿勢というのは、まあこう、その技術とかあと美しさとかね、そういったことをまあ求める上ではとっても大事なことなんだけど、 だけどそれがね、もう長年、もう10年も20年も30年もっていうふうに続いていくと、その完璧主義というのが自分の中にこう染みついちゃってね、うん、他の分野にシフトしたときに、ちょっとあのこう、あの対応しきれないっていう、 ことがね、実は私が経験したことなの。経験したことっていうか、過去形じゃないな。まだ現在進行形という感じで。で、どういうことかっていうと、はい、このインターネットが出てきて、まあね、普及して、うん、で、その、まあ、あの、発信者側っていうのは、まあ、ブログを書いたりとか、あとまあ、そうね、YouTube 動画作ったりとか、 あと、まあ、YouTube 動画は、まあ、長尺だったりするわけなんだけど、あと、Instagram だった、だとね、まあ、リールとか、こう、短尺なものとかね。うん、まあ、あの、発信する側っていうのは、多くのそのコンテンツを作る必要があるわけじゃない。そうですね。うん。で、その中で、特に動画。うん、動画っていうのは、編集に時間がすごいかかるでしょかかります。 <laughs> <laughs> たった、たったそんな、なんていうの ?3 分とか10分でも結構1時間くらいかかっちゃったりとか、うん、しますね。ねしちゃうじゃない、うん、で、あの、実は私自身もね、うん、そういった細かい,いの、いらない細かいところにね、うんうん、こだわりすぎちゃって、うん、その、まあ、その時間がかかってしまうっていうことがね、うん、まあ、あの、ある、 あるとか、まあ、今ちょっとそれにシフトしつつあるので、うそういう感じじゃ今、だんだんなくなりつつはあるんだけれども、で、なぜこれは、で、頭には分かってんの、うん、あの、もっとこう、スピード感持ってやらなくちゃいけないわけだから、細かいところなんて気にしてたらいけないと、うん、もっとざっくり、だって、あの、見てる視聴者っていうのは、視聴者さんっていうのは、 そんなところに実は気にしてないというか、もっとその人たちが、なんていうのかな、こう、求めてることというのは、自分たちが知らないことを知りたいとか、うん、あと、お悩みを解決したいとか、うん、まあそういうことであるわけだから、いわゆるそのバレエの世界で培ってきた、その見せる、見せ方とかいうのは、その人たちはそんなに求めてないじゃない。 っていうことが分かってきたのね、うん、最近。うんで。で、それがなんか、その、バレエとか、その踊りとネットの世界のギャップなんじゃないかなっていうふうに、最近すごく感じたことがあったんだけど、夏美ちゃんはそういうこと感じたことない そうですねってう、な、うんか、考える時間になっちゃうんで、そっか,か、<laughs> そうっつう、どうぞ続けてください。うん、はいあのな。で、特に最近は、うん、そのネットの世界っていうのはね、うん、量産というのがキーワードになっていて、うん、ちょそんなね、私は本当に結構、インターネットの黎明期から、このネットショップというものをこうやってるので、うん、その時はそんなではなかったのね。 だけど、もうここ数年はとにかく量産って言葉をよく聞くわけ。ああで,で、量産することし、あ量産するためには、やっぱスピード感っていうのが大事で、うん、やっぱりそんないらない細かいところまであ気にしてする必要はないというか。職人的なね、うん。そう、だから、そうなの。な職人、なんだろう。 バレエってまあ職人の世界じゃないですか、うん、ある意味ね。そうね、そうね。うん、うん、うん。でもそこ別にいらないんですよね。その他大勢の人っていうか、そのバレエ以外の人にとっては別にそこまでって、なんだろう、ね。そう。まあバレエに関しては、バレエをやってるんだったらそのバレエに対してはもちろん職人気質もちろんやらなきゃいけないけど、ね、そ,うそ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 う。そうじゃなくて、多分野に行った場合、 そのいらない職人みたいなものあいらないこともあるのかな。うん。だから今でもそう、夏美ちゃんが今言ってくれたように、今でもバレエの世界っていうのは完璧を目指すべきだし、それを理想と掲げてね。うん。だからそれが、それが当たり前というか、デフォルトというか、うん。なわけだけど、このネットの世界っていうのは、完璧さよりも、スピード、 あと、あと量、量というのが、まあ、求められることが多いわけよ。<で>消費コンテンツかどうかにもよりますよね。そう,そ,うそう、そう、そう。ずっと残る資産となるコンテンツは作り込んだ方がいいと思うんですけど、うんうん、日々流れるコンテンツの場合は、まあ、消費コンテンツなので、細かいことにこだわってる場合じゃないと。ういうことも、だから出すコンテンツの、 多分化多化様性もあるのかなっっていうのを思たう、ね、思たりはしましまね、うん、そうだからね、うん、あの私は頭では分かってるんだけど、うん、なんでそれ作業しだすと細かいところまでいらないね細かいところまで全部100%いらないってわけじゃないんだけど、うん、ところに気を使う必要どこどこの例えばサイドバーの色のこととかなんかそういうことよ。うん いわゆる細かいことね。うんうん、だから、それ,うん、それにちょっとあの聞いてみたわけよ。うん、どこからあなたはそれが来てるああ、分かったと。だから、うん、踊りの世界はやっぱり、うん、その、もう、通し、いわゆる昔で言う通し稽古以外は、うん、全部ちょいちょい切られてたじゃない。ちょっとそこ止まって、待ってって,言って。 うん、もう一回そこやってとか、ちょいちょい今でもそうだと思うんだけど、そうですね、うん、うんそうだけど、うん、それをしてたんじゃ絶対に量は作れない。うん、ってことに最近気づいて、うん、だから自分で極力、例えば私なんかはユーデミーでこう講座とかも作ってるわけなんだけど、うんうん、そういう時にこう極力一発撮り うん、<laughs> 目指せ一発撮りみたいな感じで。だから今まではね、冒頭のこう言い回しとかちょっとおかしいなと思ったら何回も何回もそこ撮ったりとかしてたの。うん、じゃなくって、うん、もうそんなとこに気にして、そんなところを気にしてるのは私だけ、うん、<laughs> っていうのに今更ながら気づいて、うんそ だからその潜在意識といわゆる潜在意識の,そのギャップを埋める作業を最近してるのね。うんこれ聞いてくださっている方、わかるかしら、この私が今こう葛藤してるあのそるネットの世界、ネットのコンテンツとバレエの,の世界との,そのギャップっていうのをね。うーん。うーん うんだスピードがね、すごいですよね、本当にね。そうそうそう。そうん<ー>まあだから、<ー>まあ、まああの、すごい、例えば、何十万何百万とかいう、その、例えば YouTuber さんとかには、やっぱりその、なんていうの、こうコメント欄とか見てると、<ー>結構そういう、 重箱の隅つつくような人とかね、アンチコメントとかやっぱり見かけたりとかするんだけど、うん、うんだけど、もうそんなのは気にしてられない、やっぱり、量作る、次に行かなくちゃいけないから。うんうん、ということで、まあ、うんこん、今回私がね、葛藤してる、その潜在意識と、まあ、自己認識っていうのかしらね。うんうん、だから、まあ、その まあでも、でもね、まあその、いいところもあるわけだから、今まで培ってきたことというのはね。でもそれも少し緩めながら、バランスを取るっていうのが、いい方法なのかなというふうに思って、今日ね、この話題についてお話をさせていただきました。夏美ちゃんなんか最後ありますかそうですね。まあ、日々あれこれ。 続きますね。なんていうか。<laughs> まあ、そういう意味では、ざっくり言うといい、自分に対するそのあり方っていうのは、その職人的にというか、自分、捨てるっていうことに気づけたことは、やっぱり自分に対して職人的にどうにかいい、<ー>いい人生を送っていこうじゃないけど。なるほど。っていうのは、向かっててもいいのかなと思いますよね。そうね。余計なことは捨てるんだって気づいたっていう。 なるほどなるほど。なるほどんだから今だからその<ー>ねその踊りの先生とか<ー>まあ現役ダンサーさんもそうなんだけど<ー>ちょっとそこはね切り離して考えた方がね<ー>あのきっと前に進めやすいかなというふうに<ー>まあ思ったのね。それで、はいまあ、私が 経験したことも含めて、あの、シェアさせていただきました。なので、はい、まあ、少しでも皆さんの、まあ、あの、参考になれば幸いです。はい。はい。それではね、もしくは、あの、まあこう、今回のことについてご意見とか、まあ、あと、感想などあれば、うん、ぜひコメントやメッセージなどで、あの、あの、教えらせください。はい。それでは、あの、最後まで、あの、聞いていただき、ありがとうございました。 ありがとうございました。はい。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。